On your marks.はい、どうも、皆さんこんにちは。ということで今日は競技場でスピード練習をねやっていきたいなと思います。事務所でもうねウェイトで刺激は入っていますので競技場にいるのは多分1時間くらいかなと思うんですけど、今日やるメニューはですね、20プラ30の加速走を1本と、50メートル走を1本、それから最後に150メートルを1本走っていきます。基本的には全て全力で、自分のね最大スピードとか最速の動きを意識して、やっていく練習になりますので、雨も降りそうなんでねやっていきたいなと思いますので、今日もよろしくお願いします。ということで今日の練習終了です。いまいち思うようにスピード出なかったっていうか体がね動かなかったんですけど、まあでもこうやってスピード練習してみて初めてねまたその自分の課題とか修正するべきポイントがね見えてくると思うんで、またねしっかりそこをね重点的に練習していって、こうやってたまにねタイム計測していくっていうそういう繰り返しかなと思いますんで、はい、何も考えずにね練習するのではなくて、とにかく自分の課題をしっかり明確にして、どうすればそのね課題を克服というか修正できるのかっていう具体的なことも考えながら練習してほしいなと思います。はい、ということで今日の動画はこれで以上になります。いつもね本当にご視聴コメント、それからいいねありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それはまた、さよなら。腸腰筋だな、やっぱり腸腰筋。